家坊主と挫折の部屋へようこそ。今日はサイクロンクリーナー組み立てキットという非常に楽しそうな物を発見したので遊んでみたいと思います。部品はこんな感じです。本体は別で用意するペットボトル以外はすべて紙製です。モーターはよくある130クラスを使用しています。ごちゃごちゃ言っている間に完成しました。それでは吸ってみましょう。意外にもよく吸い込みます。中のゴミもサイクロン風に回転しています。ただ悲しいことにカメラを引くとこんなことに。このサイクロンクリーナー、排気のところにフィルターがついていないのでそこからゴミが吹き出してくるようです。そこで、フィルターをつけて、紙製のブレードをプラ板で製作し、プラズマダッシュモーターを動ってみました。それでは行ってみましょう。おーおー、パワフルになりました。少しだけゴミが漏れていますが気にしないことにします。夏休みの工作シリーズとは思えないほど実用的です。とりあえず見つけたら買っとけ。絶対損はないと思います。ありがとうございました。